線路を我が物顔に走り回るエゾシカ。列車との衝突事故が後を絶ちません。2021年度は過去最多の2632件、平均すると毎日道内のどこかで7件以上衝突が起きています。この事故に思わぬ形で絶滅が危ぶまれている動物が巻き込まれているのです。JR とエゾシカの衝突は2021年度で2600件余り。事故が起きると運転士は死骸を線路脇に移動し、安全を確認してから運転を再開します。その後別の職員が死骸を回収しますが、その間にある問題が。オオワシが群がっています。線路脇の鹿の死骸を食べるために集まっています。列車が近づくと飛び去るものの、その際列車と衝突して命を落とすケースが後を絶ちません。線路脇に、そのまま放置されている鹿の死体というのは、ワシにとってみれば自分でこう獲物として捉えなくても、もうそこにある美味しいご飯になってしまう。怪我をしたワシや死骸は釧路市の猛禽類医学研究所に運ばれます。昨年度はオジロワシ13羽、オオワシ8羽が列車と接触したことが確認されています。ワシを事故から守るため、猛禽類医学研究所と環境省が JR の協力を得て開発したのが、鹿の死骸を覆い隠すシートです。こちらのシートですが、だいたい 1.5 メートルほどで、大人のメスが入るサイズだということです。そしてこちら頭の方ですが、二重になっていて角で破られないように強度が強くなっています。まさかね、ちぎれてしまったりとか、体が潰されてしまう、歴断されてしまうというような、ほとんどが死亡個体、死亡事例につながっています。列車でと鹿がぶつかってしまった時に、これ使ってもらって、他の鳥が来ないよねというのをまずやってみたいなと思う。